母親というのは時にクレイジーなことをやりますよね。皆さんのお母さんはどうです？ああ、なるほどね。ああ、眠くなってきたわ。もう9時？娘はまだかしら。時間を忘れているのね。お友達とお茶会だし。取らないわね。冷静に。これで連絡がつくはず。読書読書。今度こそ俺が勝つ。いけ。うわーやべー、ゴール。お前の負け。バカバカしい。俺様天才。ふう、汗かいてきた。どれ？おお、めっちゃ連絡来てる。どうした？すぐ帰らなきゃ。あー、じゃな。怒られるかな。おお、どうしたの？帰ってきたよ。顔がやばい。何があったの？ごめんなさい。疲れたエリーはぐっすり。エリー、いつの間にか寝ちゃったのね。お布団をかけて、おやすみ。ん？今日の天気は最悪でしたね。すいません。それではまた。まったく。ゆっくり休んでね。初めて会った場所だぜ。ふふ、覚えているわよ。それに初めてのチューもここで。よし、大丈夫。何の音だ？母さん、何やってんだ。嘘だろ。なんだ、寝てるのにうるさいな。向こうに行けよ。こんな家早く出て行きたい。落ち着け落ち着け。俺寝てるんだけど。マジで最悪。本当におかしい。耳が横になった。もうダメだ。ハンバーガー美味しかった。私ったら料理上手。食器洗うのめんどくさいな。貸して。ママ、私がやっておくわ。ほーら。大丈夫よ、ママってば。母親の仕事よ。遊んどいて。腹いっぱい。洗いたくないんだけど。あとでやるか。母さん、忘れているわよ。食器、今から洗う。バレたか。よし、できた。一つくらいいっか。ついでにこれもお願いね。一晩かかるな。マジで？
はい、よろしくね。早くしなさい。カラフルに。エリー、ストップ。大丈夫？ただのくしゃみよ。これかぶりなさい。熱ないのに。大丈夫、ママに任せて。あった、これ。あ、よし、あとは薬と体温計。口用よね。あ、むずむずする。失礼。デイビッド、風邪持ち込まないでよね。新鮮なブドウ。エリー、今忙しいの。じゃあ持っていくわね。はい、これどうぞ。あとこれもたくさん食べてね。ほら、お腹空いてないの。あとでね。飲んで。何見てるの？すごく面白いのよ。デイビッド、デイビッド、朝ごはんよ。あと1点だけ。また虫ね。デイビッド、聞こえてるの？うん。もう終わり。来なさい。用意したから食べるのよ。はい。女用じゃん。文句を言わずに食べなさい。わかったよ。うまそう。カラフルだしな。あ、牛乳もいただきます。おいしい。いい子ね。毎日食べたい。はあ、お誕生日おめでとう。ママありがとう。やった、嬉しい。18歳になったからプレゼントは新しいスマホ。あー、欲しかったの。それとお揃いのパソコン。信じられない、ありがとう。まだよ、もう一つ。のママ。お誕生日おめでとう。母さん。座って。おいしいケーキを選んだわ。ありがとう。今日は特別な日だから。プレゼントがあるの。それ。似合うわね。これもあげる。怖いな。地下鉄のカード。ああ、ありがとう。もちろんよ。いろんなお母さんがいますよね。このビデオをお友達に共有したら、チャンネル登録もお願いします。